ロイヤルサブキン劇場つなげ国民の声。ここからは私たちウィッチ、そして王子が国民の声という名のお題3つを盛り込んだラジオドラマを撮り直しなしで演じます。ウィッチと王子に与えられた練習時間は30分のみ。セリフの中に盛り込まれたお題ははっきりと演じましょう。今回のお題は昼飯の楽しめる日さんよりお願いします社長、サバンナさんよりビスケット、そしてタダヤンさんより秋祭りです。はいはい、どんな感じになるんですかね。お願いします社長ってありました、社長ってこれはね、多分キャバクラのキャッチの話じゃないですか、ね、王子キャバクラの話大好きだな、はい、夜にかかってきてますから、あ、じゃあキャバクラの話を皆さんお楽しみにということで、ね、女子がいるますし、おお可能性高くなってもうこれいきますよ、これああ人のこと言うんじゃないよ、始めますよ。よっしゃ、私たちウィッチと我が輩王子は最後まで演じ続け物語を完成させてみせます。忘れてた俺全然まだだと思ってた、忘れてた、いくよ、はい、ザバーン、ザバーン。先輩、なんだ吉田、戻ってきましたね。ああ、長い道のりだったな。よかったでいいんですよね。ん？戻ってこれてよかったんですよね。当たり前だろ、嬉しくないのか。嬉しいです、そりゃ嬉しいですよ。そうだろ、私だって嬉しい。はい、それじゃあ社に戻ろう。ちょっと待ってください先輩。なんだ吉田、先輩は怖くないんですか。怖い？何がだ。何がって、それはその、あれですよ。あ、もう全然考えまとまらない。落ち着け吉田。逆に先輩はどうしてそんな落ち着いてるんですか。そう見せているだけだ、私だって混乱の中にいる。そうなんですか。ああ、ずっと頭の中で素数を数えてなんとか平静を保ってる。さすが先輩。とにかく一旦自分たちに起こったことを整理しよう。はい。まず私たちは遠方への出張のため目的地へとフェリーで向かった。はい、初めての船旅だったのでワクワクしました。で、その船が沈んだ。沈みましたね、思い切り沈みましたねで、なんとか私たちは無人島にたどり着いた。もうダメだと思いましたけど、なんとかたどり着きましたね。でも驚いたな、あんな無人島が本当に存在していたとは。驚きましたね、実在するんですね、あんな古い一コマ漫画に出てくるみたいな無人島。私たち二人でギリのスペース、ヤシの木みたいなのが一本生えてるだけの無人島。たどり着いたものの水も食料もないし、正直絶望したな。はい、で絶望した時でしたね。先輩、もう私ダメです。吉田、弱気なことを言うな、きっと救助が来る。喉も渇いたし、お腹も空いたし、先輩、聞こえるはずのない太鼓の音が聞こえてきました。幻聴だ、こりゃもうダメです。楽しかったな、地元の秋祭り、もう一度行きたかったな。落ち着け吉田、これは私のお腹の音だ。え、お腹空いたな。お腹の音独特すぎませんか。あっ、海から何かが。何やつ。驚かせてしまいませんただ怪しいものではありません。先輩、ウミガメが喋ってます。ああ、私にもそう見える。やっぱりもうダメかもしれないなお腹が減って、もうこれ以上泳げなくて、何か食べ物持っていませんか。それはかわいそうに。ああ、後で吉田には内緒で食べようと思っていたビスケットをあげよう。え、ひどくないですか。いたのか吉田。安心しろ、ポケットに入っていたから海を泳いだ時にべちょべちょになった。全然食欲の湧かないビスケットだ。はあ、お言葉に甘えてごちになります。うん、どうだい。おいしくはないですね。いや、でもこれでお屋敷に帰れそうです。お屋敷。はい、お礼にお二人をご招待いたしましょう。
そんなこんなで海の中のお屋敷に連れて行かれましたけど、あれって竜宮城だったな。ですよね。まあなんだかんだ歓迎されて散々飲み食いして地上まで送ってもらったけど、確実に太った気がするな。散々新鮮な海の幸を食い尽くしたから体重計に乗るのが怖いよ。先輩、私はこれ以上進むのが怖いです。その心は？先輩もこの話聞いたことあるでしょ。地上に戻ってきたら何百年も経ってたって話。もしそうなってるんだとしたら、うん、お互いに家族も知り合いもいなくなってるってわけか。仲良くしような吉田。お願いします。先輩、私今回の体験記書いて本にします。で、会社作って公園とかで一緒に全国回りましょう。たくましいな。でもそんな需要あるかな。絶対ありますよ。その時には先輩お願いします。社長。あまり気は進まないが、とりあえず神に持たされたお土産を開けてみるか。いや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 、開けちゃダメですって。原作読んでないんですか？原作って？それにもう開けちゃったし。これは箱いっぱいにビスケットが。ビスケットべちょべちょだ。さては蓋がちゃんと閉まってなかったな。食べる？いりません。あ、ちょっとごめん、会社からだ。もしもし。はいはい、大丈夫です。あ、はい、あ、すいません。はいはい、失礼します。出社は明日からでいいってさ。よかった。ブラックすぎるし社畜すぎません？